お願い、マエルを捕まえる。はい、どうも高木さんちの今日のご飯へようこそ。高木です。はい、ということで久々のグラクロ動画でございます。グラクロ情報局ご覧いただいた皆さんありがとうございます。いやー、ちょっとね、一つ言わせて突然な猫いやじゃなくて、はい、ご視聴いただいた皆様ありがとうございます。というわけでやってまいりました、グローバルマン3周年聖戦フェスマイルですよ。みんなが待ってた、高木を待ってたマイルがやってきたよということでね、今日は早速マイルを300連引いて、これだけでマックスになったらもう最高だよねっていうことでやってみよう、行ってみようということで、レッツゴーセル。新キャラ登場、グローバル3周年フェスっていうことで、ね、真なる太陽、今までのエスカノールは真の太陽じゃなかったのかいっていうぐらいね、ぶち壊してきたこの太陽のマイル、マジで強いから。出てくるのがマイル 0.25%。 まあそうだね、他のラインナップとして欲しいのは、あ、旧作持ってない。あとここら辺ね、まだ必殺もマックスじゃないから、チャンドラ旧作家あたりはゲットしてもいいかな。あ、七種もマックスじゃなかった気するから、七種もいいね。うん、そんなところでございます。はい、ちゅうことでちょっとこっから変身したいと思います。シャキーン。はい、ちゅうことでこのサングラスかける、なんでサングラスをかけるか、そうマイルの生産であれ、そうトーチさん、トーチさんって収録とかでも結構サングラスかけて収録したりされてるんですよね。それぐらい普段からサングラスかけてるダンディーなイケメンでございますが、いやー、それをね習ってね、今日はちょっとダンディーにね弾いていこうかと思って、サングラスとちょっと革ちゃんと持ってきたんで、トーチさんのね力を借りてマエル捕まえる。いや、情報局のさ PVP で、おっしゃ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 、いいやったけど、結構さマエルのぶっ壊れ方がえげつないと思うんだよね。結構ねダメージもかなり食らわないし、攻撃力も上げられるしっていうので、いやー、これにね正直個人的には女神パにね感染がちょっと欲しかったんだよね。感染あったらもう無敵だと思うんだけど、いや、感染がなかったのは残念だけど、まあありでしょうということで、じゃあまず早速1枚目のマエルを捕まえる。来い。もう、いや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 、これとかもうフェスキャラですらないやん。なんで来た、なんで来た、あー来たよ来たよ、ちょっと待って、ちょ待ってー、ランクアップ言うてよそれ、ちょ待ってよー。いや嬉しいんやけど、嬉しいんやけど、ちょ待って、心違うって、ちょっとちゃんと演出を見せてくれ俺に、今のはちょっといやー、ちょびっくりした、ちょいきなり正面にトーチさんがいてびっくりした。目あったもん、あれトーチさんいらっしゃいます、おはようございます。いや違う、いやみんなサングラスいいよ、トーチさんになりきって弾くの完璧。ほい、20連目だけど、これもなかなかね割といいんじゃない。いやきつかった、うん、金色が多い。はい、30連目でございます。これいい、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 はい、素晴らしい素晴らしい。ちなみに、あのグラクロ情報局で PVP2 回戦ったじゃないですか。1回目さ、なんかさ、こう、いいところを見せようとしてプレイするのすごい苦手で、超難しくないですか。ただ、2回目の方が、本当にね、好き勝手やった結果、割とちゃんといいところを全部見せられるっていうね。いやー、ダメです。人間やっぱね、欲を見せるとダメだよ。さあ、来い！羽が、羽がじゃん。いや、羽を見るとさ、ちょっと一瞬トーチさんかなーって思っちゃうからさ。じゃあ、ちょっと待って。悔しい。まあまあまあ、別にいらんな。普通にいらんわ。40連目でございます。今度こそ、トーチさんの羽を見たい。
やっぱね、まずはね、女神パーティー組みたいね、これは。そうね、そうね。そんなに人生甘くないのかね。そろそろ2枚目、あう、ちょっと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 ダメよ。あーもう、もう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 。いつもの、いつものに入ってきた。ちょっと待って、一回切ろう、一回切ろう。私の役目を果たします。つまり、出てきてくれるっちゅう。うわーくーこと、うーい、やー。おかしいなー。なんか思った以上に来ないぞ。これも残念だろ、どう考えても。ほら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 。蹴りをつけ、はい。もう調子悪いよ、調子悪いよ。でもなかなか確定、こんなマジで。よっしゃー。そう、あとね、ニーズホッグ、ニーズホッグも女神パでなんとかなるみたいなねことをボソッと言ってたじゃないですか、天の声さんが。なんでワンチャンあるんじゃないか、これは。マジでニーズホッグにマエル含めた女神パ、ちょっとそれでね、なんとかなるんだったらね、フレイヤが女神扱いとして参戦できるっていう、あの生物がさ、バリ輝くやん。意地でもゲットしたいところ。さあ来い。まだ全てが終わって、うわー、なんでドロールとか来るの。ちょっと絶妙なところついてくるね。これだと 6.25%。 せめてフェスガチャ。いや、そうじゃないって、そうじゃないって。このね、200連目に行くにあたっては、ちょっとチャンネルを777にラッキー7に変えてきたんで、こっしゃー、これだーこれだこれだ。いやー、早くニーズホック3階層行きたい。今ね、頑張ってね、に、え、今、ボタン押した、え、ちょば、ま、え、しかも、デリエリって、おい、いろいろ、おい、頼りないって、どんなに少なくても3体欲しい。よしよしよし、いいぞ、メリオダス、メリオダス。さあ、何枚、うわー、1枚、7枚目。なんか、結構、いかついのばっかり来てるから、ついごついご来て、ハウザー来て、ってなるともうこのつながりでマイルでしょ。いかついから、マイルめっちゃいかついから。マイル、どうだ、ヒュージャックブレンドの味は。あー、確かに初コーヒーの味の違いを見せてどうするんだい。確かにね、初ゲット、初ゲットは嬉しい、間違いない。ただそうじゃない、ブレンドなんかどうでもいい。さあ、違いの分かる男高木、マエルブレンドを狙っていく。微妙、勝て勝て勝て、よーしゃ、救済の矢。さあ、フェス、フェスの力を、フェスの力を見せてくれ。 0.25%、 0.25% を引いていきたい。頼む頼む。ちょっと待って、なんでこのデリエリこんな来んの。デリエリが来る確率よりマエルが出てくる確率の方が高いっしょ。こんな2枚とかマジでありえんやろ。はい、残念。イエーイイエイエイエイ、めっちゃ負けとる、イエイ。ちょっと弱いって、弱すぎだって。いや、だって SSR の確率 4% よ。もうちょっと頑張って。しかもこれフェスガチャなんだからさ、フェスっぽいところを見せてよ。ひどい、もうひどすぎる。いや、ちょっとちょっと、いやー、もう、いや、これでマイル出なかったらもう発狂よ。はっ、こいつマジなんなん。100連ごとに出てくるやん、マジで。嘘でしょ、悪魔め、この悪魔め。そしてチャンネルの番号変えてきました。今まで777だったのが3333。わかる、これ何かわかる。太陽といえば3333に輝く、これだよ、これ。来た、これマエル来るでしょ。マエルのための3433333に輝け。お
あ、おえ、わ、お、うーそー、いやいや、3、3、いや違う、これ3、3、3が3、太陽が3、3に輝く、3が3つだ、4は多すぎた、欲張っちゃった。そうだよ、太陽が3、3、おはよう、おさん、来い。あー、せめて必殺さんに行きたい、マジで。よし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 、来た、よし来た、頼む頼む、太陽が3、3、太陽3、3、3、3、3、3に輝く、マエル、お前は輝いてる、さあ来い。マエルが当たり前、やん、いや、きついって、きついって、うわーじゃないわ。頼む運営さん、もうちょっと、もうちょっとマエルがマエルを輝かせて、もうあと30連。よしよしよし、来た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 。今回このさ、メリオダスの演出多いんだけど一切来ないよね。まだエスカノール演出とかの方が太陽つながりで来てくれそうな気すんだけどさ、それすらない。お願い、マエルを捕まえる。ありがとう、ありがとう、マエル、ありがとう。よしよし、やっと見れた、やっと見れた、演出見れた。よし、これでなんとか天井まで行って、さ、一体で3、必殺3。よし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 、いいよいいよ、いい調子よ、これは。イエス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 。もなんかマエルとこうバンが隣になると結構似てるね、なんか髪の毛。おおおお、また来ちゃう。マエルを捕まえ、ランクアップ方式、いいね。こんだけ分かりやすくランクアップしてくれるんだったら分かりやすかった。1回目を、1回目何あれ、ランクアップするよーみたいな兆しすらなくさ、勝手にさ、ランクアップしちゃったからさ、ちょ、こっちね、心の準備もね、何もねできてないのよ、分かるね、グラクロ、分かる。じゃあそういうとこしっかりして、マエル、あ、ちょ、また違ってこう、わ、ま、ね、右手でちゃんとエコーをかけないといかんからタイミングが重要。マエルをつか、マエル、うるせえジジイ、悲しい。ちゅうことで捕手いただきまえ、ちょっとこっからね、育てて喧嘩祭りとかもやっていこうと思うので、ぜひよろしくお願いいたします。で、ここでまとめです。まず1に、どうやってマエルを当てるのかっていうことで3つポイントがございます。まず1、トーチさんのコスプレをする。はい、トーチさん申し訳ございません。その2、ルームを太陽が3、3、3が3つで3、3、ルームを333にする。そして引くときにマエルを捕まえる。はい、ということでこの3つでみんなもマエル捕まえる。